入園者は手荷物を X 線検査機に通します。金属探知ゲートを通って危険物を持っていないかチェックされます。東京ディズニーリゾートではこれまで入場口の担当者が目視などで入園者の手荷物をチェックしていましたが、警備を強化するため入場口に金属探知ゲートと X 線検査機を設置します。ディズニーシーから導入し、今後は全ての入場口に設置する予定です。東京ディズニーリゾートは新エリアを開発中で、入園者の増加が見込まれる中、パーク内の安全性を高める狙いがあります。